もちろんね、レーシングカーの歴史というのは1970年代以降、自動車にさまざまなリバリーが貼られるようになって、それがアイコンになってね、そのレースの記憶と紐づいてきたっていうのはあると思うんですけれども、そういうこと以外におそらくプレイヤーの皆さんがね、そのリバリエーターっていうものを使って、車をね、まるでこう何ていうのかな、真っ白なキャンバスのようにこう自分を表現する媒体として、使い始めたんだなっていうふうに思います。あそこはやっぱりプレイヤーにとっての表現の場なんですよね。そうですね、リバリエーターそのものは、僕らのテーマはやっぱりユーザビリティをどれくらい上げるのかってことにつきます。ですから今でももう何百万では効かないようなね、たくさんのリバリーが作られています。プレイヤーの皆さんのそのクリエイティビティにはもう驚くばかりです。